はい、ホロノベの郷土館に来ました。ここですね、書いてますね全部。これは図書館で調べなくてもわかるな。明治2年開拓史ってできるんです。で、蝦夷地を北海道としまして11国86郡に分かれます。で、ホロノベ町、あ、今で昔は町じゃないんだね。ホロノベは天塩国、天塩郡に属しました。で、明治11年にですね、天塩国にホロノベ、天塩、塩別、猿、各村が誕生します。まあ、で、発展していくんですけど、どこだったっけな、大正8年にですね、日給町村制を施行しまして、ホロノベと猿、現在の豊臣町ですよね、合わせてホロノベ村とするんですね。で、どっかでね、豊臣が独立したんですが、これ見たら全部書いてあるな、すごいな、これ。ホッケ州農場に60個入地、明治32年。明治36年。あ、いいや、これ、おとん類は行ってないんだ。あ、先ほど行きましたね。明治33年。これどこでしたか。山田権左衛門が下サロ別に農場を設置してます。おお。はいはいはい。で、この辺からですね、林業の展示がされてますね。流層、鉄塩川を使って木材を流したんですね。あと巻き爪線っていうのもあったらしいです。冬にね、木を切るんですよね。で、ソリで馬引っ張ってます。馬で引っ張るんです。で、土肥間別に円周林があるはずだな、北大の。で、工業と工業、まあ字違うんですけど、でんぷん工場はね、鉄塩川沿いにたくさんありましたね。で、砂金が土肥間別で取れたそうです。で、現在はですね、ホロノベ町は乳製品、酪農が基幹産業だと思うな。あ、天北丹田に属するんで、石炭とか石油が取れるんですね。でも企業化はされてないといった模様です。農業と漁業、まあ、農業はね、畑作から酪農に変換されてますね。で、沿岸漁業、うち水面っていうのかな、漁業、ホロノベの漁業は比較的小規模、シジミ漁、ホッキ漁などなどです。ダクソンチャンネルで一番見られている熊の剥製ですね。でね、これ意外だったんですけど、教育ですよね。明治33年、ホッケ州農場の私学校開設が学校教育の始まりなんだって。あの、キリスト教とかでないんだね、ホッケ州なんですね。だからさっき南妙法蓮華経って書いてあったのかな。駅停所、駅停は交通の重要な拠点に設置され、人馬物資の中継の他、郵便業務を請け負っていました。ここがね、下猿別駅停所の写真ですよ。先ほどね、 FC 何だったっけな、酪農のね、酪農だよね、のとこに駅停の後の火がありました。いや、これもね、下サロ別原野があるんで、泥炭地なんですね。高位泥炭、中位泥炭、低位泥炭ってあるんだ。これ真ん中に高層湿原ってあるんですけど、その一番上がね、高位泥炭っていうんだって。へえ。海岸砂丘地帯か。ここね、行ってもね、空から見ないとね、よくわかんないんですよね。ほとんど木が生えてましたよね。面白い。なるほど。で、戦士文化はですね、縄文文化、縄文中期だったかな、
それから薩摩の遺物が多いみたいだよ。ここにあるね、薩摩の土器です。はい、こういうね地形列の表があるっていうのはいいですよね。はい。